ちょっと初めて来たゲームセンターで、なかなかちょっと今面白いキャンプやってるみたいなんで、どうやらなんか取れるらしいという噂なので、ちょっと調査しに来ました。こちらベネックスという、ゲームセンターですね。果たしてどんな感じで取れるか、ちょっと楽しそうなんでやってみたいと思います。ちょっと初めて来ました。なんか結構ぬいぐるみとかなんかもう結構あるみたいですね。どうなの、結構シールドが低い感じになってるのか。これなんか激山台、三本石のやつですね。まあいろいろちょっとあるみたいなんですけど、あ、これなんか結構シールドも低そうですね。まあとりあえずまずちょっとフィギュアとかもちょっとやってみましょうか。結構 L アームなんで、どれだけイメージ的にやっぱ走行系みたいな動きするんですかね。パワーが入ってるか。あ、いきなり立った。これどうだろう、さすがに突き回しとかできんのかな。まあちょっとハードを狙ってみますか。ちょっとわかんないですけどね。あー、なるほど、こういう動き。まあ普通にちょっと横してった方がいいですかね。さすがに UFO9 なんで、あの月はなかなかちょっと厳しそうですけど、どんな感じで横に倒れちゃうんですかね、ここらと重心が。あ、でもいい感じ。このまんま、まあ、はめちゃってもいいですけど、手前ちょっと払う感じでやってますかね。どうだろう、ダメなのかな。このまま動けば、あー、ちょっと緩い。もう少し、まあそのままはめちゃってもいいのかな、もしかして。ただちょっとアームがここら辺なんで、ちょっと微妙なかな。手前払う感じで、あー、急停止。腰がちょっとあれかな。これで奥行けますかね。あー、真横向いた。なるほど。いや、ちょっとこうなっちゃったら横向けて、どうしよう、こんな感じですか。あ、でも結構もうハマった。この辺でちょっと押さえがけしながら、あー、うまくかかるかな。右アーム落としたいや、めっちゃ有料、結構取りやすいですね。橋幅も結構あるんで、ちょっとですね、クレナでもどうかやってみたいと思います。まずちょっと横に振る感じで、横に立ったりするといいかもしれないですけど、ちょっとパワーが どんぐらいいけるか。あ、なるほど、ちょっとやっぱ出てるんで若干引き回し狙えないですかね。まあ、最悪横になってもいいですけど、この辺でこれどうだろう。あー、ちょっと押してないですね。あ、でもちょっと横になりましたね。もう少し角すぎるとちょっとあれ横逃げてっちゃうみたいですね。なんで少しちょっと甘めでこの辺で、あ、押しがあんま効かない、思ったより効かない。で、じゃあ手前の角を狙う感じで、どうだろう、これいけるかな。よし、いい感じ、もうこれベストな形ですね。あとじゃあズリズリで奥乗っけてあげられればいけるかもしれない。ちょっと角を取れました。うまくこれでいってくれればいいですけど、どうでしょう。
よし、いった。じゃあ、あとはちょっと押してもいいですし、奥を持ち上げるでもいいかもしれないですね。どうしようかな、ちょっと押しがあんまり嫌だったんで、じゃあちょっと奥をシャブ台でいけますかね。よし、すごい、シャブ台でいけました、よかったです。いや、クレナはクレナで面白いですね。ちょっと5等分の花よね、いつかですね。ちょっとクレナなんでどんな感じか、まあ、まずちょっとなるべく手前のバーを使うのか横にしてった方がいいんですかね。ちょっと重心が どこら辺だか分かんないですけど、とりあえず適当に。あー惜しい、いきなりちょっとこれ、あーもうちょっとしたらバー乗りましたね、これどうしよう。ちょっと右アームが良かったが爪の角度がちょっと微妙かもしれないですけどね。なるほどなるほど、普通にじゃあちょっと奥を、普通に横でもこんだけ端幅があればねいけそうな雰囲気はしますけど、どうでしょう。横でよし、やっぱり足が強いから、ある意味ちょっとまあズリズリとかしなくても案外横ハメとかでも全然今いけちゃうような感じが。ちょっと先ほどは1かだったんで今度2を狙っていきたいと思います。ちょっと手前、もう手前狙ってますか。ちょっとあのバー後ろだったんでさっきは意外に動くかな。あーなるほど、変でどうだろう、ハンガーはそこそこなんですかね。あでも動くな、例えばクレナのヒーリーもありますからね。おっとこれもうちょいかな、普通にちょっと左を攻める感じでやれば回ってきそうな感じしますね。このまま押せるか、あー惜しい、今押しでもいけそうでしたね。結構滑り止めもだっていうか、まあ端幅は広いんでこのままクレナだったら押していけちゃうかもしれないですし、後ろを払う感じでやってても十分いけそうな感じはします。よし、ゲット押していきましたね。今日2のも大体5手ですね。クレナなんで一発押せないですかね。普通に加工がもしかしていかないのかな、やめちゃってるってことは。どうだろう、あーなるほど、さすがに押しは効かないってことですね。多分左の方がパワー入ってそうですよね。あパワー入ってるっていうか、うまくいきそうな感じしますけど、ズリズリって持ち上げない？あ、でもドカンっていきそうなんじゃないかこれ。ちょっと落としてみて、ちゃんとズリズリさせられるような動きが取れればいいですけどね。あ、いった！よし、入れた。すっごい、これでも手前ズリズリは全然できちゃいますね。いや、めちゃでかいです、ゲットです。なんかすごい、グリ系が結構いっぱいありますよ、この辺グミ系。これ結構こんな感じなんでパッと見てるのかな。ちょっと端っこからちょっとやってみたいと思います。目玉とアヒルですかね。これこんなアームしてんだからちょっとは救ってくれるかな、甘いかなさすがに。あなるほど、モンスターボールグミか。なるべく手前狙ってってあげた方が、まあ、それは有利ですよね。あでもちょっと入んないかな、うまくアームが入ってくれれば救ってくれますかね。あちょっと遠いかな、あ惜しい、あは、まあ、1個だけ取ってみましょうか。とりあえず
け、いけいけいけ、ダメ、行かなかった。ちょっとあれですね、手前多分これ取られちゃった後なのかな、もしかして。もうこれ多分1個しか狙えない。どうだろう、あーなんか怪しい。よし行こう。あーちょっとこれ埋まりましたね。ちょっと手前がだいぶ薄くなってるんで、多分誰か取られたんですよね。結構このエース、魔の国のエースですね。結構ブースがねいっぱいこう展開されてるんですけど、私どこがいいかなっていう見るときは大体こう数年、数年のとこで見てやってるんであれですけど、なんで今ここが一番良さそうなんで、ちょっと BC とかできないか、やっぱそういうところで BC ができるかなって感じなんで、大体真ん中あたりでちょっと持つような感じでどうでしょう。まずはね一回やりたいですよ。おっ、うっそ、うん、BC はできなかったけど、え、超ハマった。これすごい、パワーめっちゃ入った。あーなるほど、ちょっとあれですね。じゃあ手前のところちょっと振って、普通に縦はめ風に、よし無理やり、よし来た、これならいける。お尻もだいぶちょっと体格成長になったんで、ここ今バー乗ってますので、まあズリズリでいけますかね。足幅結構広いですよね。これでお願いします。よしゲット、うまくいった、エース。やっぱズリズリいけますね、よかったです。いやすごい有料。ちょっと小箱のお土産なのかもしれないですけど、ちょっと滑り止めのないバー乗ってるんで、ちょっと持ち上がるんですかね。パワーがあればあれだけど、ちょっと箱がでかすぎちゃって、横にするにも縦にするにもあれですけど、ちょっとずり上げてくれればいけますかね。どうだろう、どういう感じこれ、どういう感じこれ、え、これバグった。あ、おっおっ、なんだすごい、すごい動きをしたぞ今これ。回していくしかないのかな。一瞬ちょっとエラーしそうな雰囲気でしたね。これでどう、限界ギリギリな感じします。どうだろう、曲がれ曲がれ曲がれ、ちょっと後ろギリギリで右に振るような形で手前ズリズリっていう風にすれば、奥が外れていけたら嬉しい。曲がれ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 、あーどこ来た、絶妙な位置、これ手前入んないんで奥払うしかないですかね。いけるかな、ちょっと箱でかすぎちゃって、これでいけるかな、どうだろう、お願いします。よっしゃゲット、ファイヤーの剣ゲットできました。